常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様ね、面白かったら高評価、さらにね、チャンネル登録、そしてね、コメント欄に感想など書いてください。あ、今日ね、裁判のね、津田さんとのね、期日だったんですけど、津田さん、来てくれませんでしたね。はい、残念でした。次回お待ちしてるんで、津田さんぜひ裁判お越しください。待ってまーす。はい。ということでね、ちょっとそれとは関係ない話ですけど、今日もね、ちょっと立憲民主党の枝野さんのお話をしたいなと思うんです。なんかね、今日から総選挙が始まるとかね、なんか随分言い切ったことを言ってるらしくて、立憲民主党ニュースにね、出てました。今日から総選挙がスタート。申し上げた所信を次の次の国会冒頭で正式な所信表明演説としてできるよう頑張っていきたいということで、一応カッコだけ政権取るふりしたみたいなんですよ。まあ、ぜひ頑張ってくださいということなんですが、そのね、枝野さんね、ちょっとね、2月にね、余計なこと言っちゃったみたいで、今ね、ちょっと支持者からまたね、叩かれてるんです。はい、これね、西日本新聞ね、西日本新聞のね、インタビューなんです。2月14日ね、バレンタインデーに出たね、インタビューで、ちょっと余計なこと言いまして、これちょっと今噛みつかれて大変なんです。はい。誰が噛みついたかというとね、小泉進次郎さんのお父さん、そして、細川森博さん、そうです。あの人たちのあのグループですね、反原発のね、あの人たちが噛みついたらしいんですよ。で、元の発言はどんな発言だったかっていうのをね、ちょっとね、こう読んどきたいんですけれども、これ西日本新聞のね、バレンタインデーのインタビューなんですが、これ去年、今年だよね。今年の2月14日のインタビューなんですが、今後原子力政策をどう進めるべきだとお考えですかという問いに対してですね、枝野氏はこんな風に答えてそうです。原発の使用済み核燃料の行き先を決めないことには、少なくとも原子力発電をやめると宣言することはできません。ん?もう一回読むぞ。原発の使用済み核燃料の行き先を決めないことには、少なくとも原子力発電をやめると宣言することはできません。うん、あ、やめないんだ、原発。なるほどね。はい。使用済み核燃料はゴミでない約束で預かっているものです。再利用する資源として預かっているから、やめたとなったらその瞬間にゴミになってしまう。この約束を破ってしまったら政府が信用されなくなります。ゴミの行き先を決めないとやめるとは言えない。でも、どこも引き受けてくれないから決められない。原発をやめるということは簡単なことじゃない。ね、と言ってるんです。で、さらにね、立憲民主党はこういうように、一日も早い原子力エネルギーに依存しない原発ゼロ社会の実現を掲げていますというふうにね、突っ込まれたんですよ。ね。原発ゼロとか言ってんのにこんなぬるいこと言っていいのと、記者も心配だったんですね。で、突っ込んだらですね、これに対する回答がですね、こんな感じです。使用済み核燃料の話は、政権を取ったとしても多分5年、10年、水面下でいろんな努力をしない限り無理です。だから政権の座についたら急に原発ゼロを実現できるとか、そんなのはありえないということで、原発ゼロやらないんですか?大丈夫なんですか?ということです。はい。でね、これで枝野さんがこういった理由をね、先にちょっと説明しておくと、立憲民主党をね、支持している組合の中にはですね、産業系の組合の方もいらっしゃるわけですよ。でもちろんね、原子力発電所に勤務する方が入っている、まあ、電力系の、原子力、電力系のそういうね、労働組合。さらにね、そういう原子力発電所にタービンとかですね、機械設備とかいろいろ、まあ、下ろしているね、そういう機械を作ってるね、設備作ってる、そういう会社の、労働組合なんかも入ってます。で、これ前に私言ったことあるかもしれませんけど、茨城県のね、日立市に講演に行ったんですよ。ね。で、公園に行ったらですね、もう日立の駅前ね、日立の、駅の駅前に、日立製作所の、まあ、工場があってですね、そこは、発電所用のタービンを作っている工場なんですよ。ね。で、そこに労働組合のね、こういう、こう、弾幕みたいなのが、こうね、かかっていてですね、そこには、原発再稼働で明るい未来をみたいな趣旨のですね、一日も早い再稼働みたいな趣旨のですね、このスローガンが掲げられてて、下にね、〇〇労働組合と、ちゃんと書いてあるわけですよね。労働者のね、権利のためにね、労働者の仕事のために原発再稼働しようという、そういう組合もあったりするわけですから、おそらくそっちへの配慮で、こんなこと言ってしまったんじゃないかなと思うんですが、労働組合の中にはね、そんな原発なんて関係ねえみたいな、そういうお花畑な人たちもいてですね、そういう人たちからまあ当然突き上げを食らうわけですよ。で、それがね、これね、今日のニュースかな?はい、今日のニュースですね、トースポに、出てます。はい。ヘッドラインこのように書いてます。立民枝野代表、原発ゼロでフルボッコ。小泉&細川元首相からの公開質問状届いたということでですね、激励に触れてしまったということなんですよね。政権取っても5年10年かかっても原発ゼロにできないと言っちゃったんで、おめふざけんなということで、このですね、まあ原発ゼロ派のこの二人がお怒りだと、原発ゼロ自然エネルギー推進連盟、略して原子連というんですけれども、原子連がですね、お怒りですという記事でございます。でね、この記事によるとですね、
その、まあ、さっきの枝野さんの発言、看過できないということで、差出人に小泉氏や細川氏の名前が入った公開質問状を送ったそうです。で、問題となった発言はね、まあ、さっき読んだ通りですけれども、まあ、改めて言うとですね、原発の使用済み核燃料の行き先を決めないことには、少なくとも原子力発電をやめることを宣言することはできない。とか、皆さん道筋を示せというか、道筋を示すのは無責任などと答えていたと。で、これに対してですね、枝野氏のインタビューの発言を聞いた小泉氏を含めた、現時連幹事会は呆れ返ったというと。ね、この記事によるとね。というのも、立民は今年、昨年9月に発表した党綱領で、私たちは地域ごとの特性を生かした再生可能エネルギーを基本とする分散型エネルギー社会を構築し、あらゆる政策資源を投入して、原子力エネルギーに依存しない原発ゼロ社会を一日も早く実現しますと掲げていたからだと。で、枝野氏の公開質問状では、貴殿の使用済み核燃料の行き先を決めないことには原発をやめると宣言することはできない旨の回答は、綱領と矛盾する。綱領と矛盾する。はい。ね、党の綱領とね。はい。使用済み核燃料の行き先をの決定を、脱原発の意思決定及び宣言の前提条件にすることは、実質的に原発ゼロ社会の実現を不可能にすることだが、と、枝野氏の真意が、発言の真意が問いただされたと。いう内容になってるそうです。さあ、果たして枝野さん、これにどのように回答するんですかね。突っ込み入れられてもね、黙ってするみたいなのがね、この野党のね、まあ今までまあ常套手段でしたけれどもね、まあ関西生コンの問題ね、いろいろ深く関与してる方いらっしゃいますけれども、未だにスルーされてるんでね、ぜひね、説明責任果たしてほしいんですけど、これはやっぱ支持者からのね、質問だけにね、説明責任果たさないとまずいでしょ。これね、独自法高校とか立たられちゃうと、まずいんじゃない？票が割れてね。これはでも逆に小泉さんなんかは独自候補ね、立てるべきですよ。都の出番です。みたいなね、昔ありましたけど、やったらいいんじゃないかなと、いうことです。で、党スポの記事はさらに突っ込んでまして、旧立憲民主党は2018年にこんなこと言ってると。ね。原発を速やかにやめ、法施行後5年以内に廃炉ね。を盛り込んだですね、原発ゼロ基本法を国会に提出し、枝野氏は現時連から信頼されていたと、いうことです。でね、最近、ところがですね、最近は会見や講演などで、原発をゼロにするというゴールはどこへ行ったか、どこかと言ったら、実は100年単位、政権を取ったら原発ゼロ法案みたいなのは作らないなどと発言して、これまでの方針と、矛盾していないと強調するも、現実路線に舵を切ったとも言えると。すごいね。トースポに現実路線と書かれちゃった。もうその、だから、現時連が言ってるのは、そのお花畑で現実路線じゃないってことをね、トースポからも、まあ、断罪されてしまったんですが、まあいいですよ、もう。まあまあ、こんな状況だ、ということで、まあ、立憲民主党も立憲民主党ならね、まあ、支持してる現時連も現時連だということで、まあ、向こうの界隈お得意の内ゲバなのかな、ということです。まあ、つまり、無責任な立場でですね、適当なこと言ってる分にはいいんですけど、それであんまり盛り上がっちゃうとね、いざ政権を取るとなった時に、それはもう一般民衆から支持はされないよね。なので、まあ現実路線に舵を切ったし、実際にその選挙ってなった時には、その産業系の組合からも票欲しいよね、立憲民主党は。でもそれを切り捨てて、観光路だけのさ、ね、支持だけでってのはなかなか、難しいし、産業系の組合は自民党流れたら困るから今必死に繋げ止めようと思って、まあこういう現実路線の発言をしたんですが、そしたらですね、まあその原発過激派からね、こういう突っ込みを受けて、お前どっちなんだみたいなことになってて、まあこう揺れを動いていると、いうことでございます。まあ解散が絶対ないことを確認してからね、不信任案を出した、このヘタリっぷり、ね、ヘタレっぷり、まあその他ね、もろもろ考えてもですね、まあ、迷走してるのは立憲民主党なんじゃないかなというふうに思いますね。はい。まあ、この後ね、ワクチンが普及していって、経済再開、ね、いろいろこう明るい話、まあ、オリンピックにね、いろんなことを、まあ、明るい話出てくるとですね、まあ、選挙の行方もね、まあ、今のね、この反オリンピックで盛り上がっている論調っていうのも、まあ、一段落したこの状況だとね、まあ、結構厳しいかなと。だからまあ、2週間前ぐらいが構成限界点だったんじゃないかなと。そこで孔明の罠に気づくべきだったんですけど、もう今人々の心にはね、オリンピックに反対していた立憲民主党っていうのはものすごいこう刻まれてると思うんですよね。で、オリンピックのね、感動の後ね、まあ、アメリカの NBC がね、今回のオリンピック中継は、過去最高の売り上げ、利益を生むかもしれないみたいなことね、言ってますから。ね、世界はああいう明るい話題に飢えてますからね。で、そんなみんながわーって盛り上がってる時に、そういえば誰がこれ反対したのみたいな感じで、
また過去のこういう誤ったね判断を突っ込まれちゃうと、まあ自業自得という面もあるんですけどね、他人事ながら大丈夫かと心配になってきました。まあそのね、大体大丈夫かだった時にこういう内ゲバが起こるので、まあちょっとそういう、傾向が現れてきてるとも言えなくもないのかなというふうに思います。返す返すもね、矢野さん頑張って、うん、頑張って、はい、そんな風に思いました。ということで、今日の内容面白いなと思った人はね、ぜひね、高評価のボタン、そしてね、チャンネル登録をお願いいたします。最後にコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。ガー